どうも、なおちんです。本日もドラゴンボールカカロットスイッチ版やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は最難関クエストやっていきたいと思います。レベルは300マックスですね。ここベジータと戦って、その後にビルス様と戦うっていうかなりきついクエストとなってます。 HP が回復しないんだよね。辛いよ、なかなか。おい、まあ300だから特に大丈夫とは思うんだけどね。前戦った時がかなり難しくって、もう時間をかけてもう逃げて逃げて戦っていったんで、まあ今回はいけるでしょう。推奨レベル250、俺は300だ。いきます。よし。さあ、もちろんやるさ。ベジータをできるだけ HP を温存した状態で倒さないといけない。ここは、無理か。ブルーになれるかなと思ったんだけど、ブルーにはなれないんだな、ここ。おいおい。それに手は当たるっちゃ当たるな。当たるには当たるっぽい。あー、何言ってんの。全然固定てねえ。オッケー。おお、ああ。お、マジか。あぶねえ。おし、おい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 。体も温まってきたみてえだ。マジで。なかなかやるよ。ちょっと待て。わっ。おい。結構やばい。全然ひるんでくれないし。オッケー。どうした？オッケー。こんなもんか。これでフィニッシュいけるね。もう一ゲージ減っちゃったわ。終わりっしょ。わあ、これでビルス様か。さらに強くなってみせる。なかなか辛いぞ。でもね、今回のこのビルス様は、ベジータと、一緒に戦うんで、だいぶマシなんだよね。ビルス様と1対1でも、戦ったんだけども、結構強かったんだよ。うん。でもその時はね、HP がマックスなんだよね。マックス。今この1ゲージ減った状態で行くっていうのが、多分結構辛い。前のね、アカウントの時、プレセのアカウントの時は、もうすでに倒してたんだけど、結構きつかった気がするんだよね。まあまあまあ、行ってみましょう。どれぐらい、きついかな。確か前戦った時は、レベル250で戦ったんだよね。限界突破で300まで上がってなかったんで、さあ、今回は、300になるとどうでしょう。ただね、前回戦った時よりも戦闘力がね落ちてると思う。食べ物何も食べてない。そしてコミュニティボードは全然完成してないので、 HP とか攻撃力防御力なんかは全然低い何状態です。まあ、これでビルス様の攻撃もらうとだいぶ痛いからね。とにかく攻撃を受けないようにうまく立ち回って、で隙をついて攻撃をしていくようにやっていきましょうか。ベジータは結構ね突っ込んでいってくれるんで、ベジータにある程度タゲを取らせて後ろから攻撃するような感じでやってみましょうか。行くぞ行くぞ。いけるでしょう。これね、やっぱ、あ、待って、ホタル変身できるんじゃないか。できない。無理か。あ、やばいやばい。待て。何ちゅう攻撃だ。とにかく、とにかくガードしろ。どうしたカカロット。攻撃を食らうとやばいからね。よし、オッケー。いい感じでカメハメハを当てていけばいける。お、いいよいいよいいよ。全然当てれるよ。
この俺の攻撃が消えてる。消える。敵の攻撃はとにかく。ほら。ナイス。そこは消していけるんだよね。でもまだヒートアップしてないから敵が。してからがちょっと怖い。いけ。うわー、ミスった。よし、元気玉当たった。とんでもなく強い。こっからだ、こっから。とにかく避けよう。すべての攻撃をちょっと避けていきましょう。あぶね。3回。その途中途中で気を貯めてからね。オッケー、マックス。敵がひよった時にしっかりと攻撃を入れていければオッケー。ナイス。もう一発。よし、いける。こいつは勝てる。結構楽かもしんない。ここで、ああ、消された。あぶね。はい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 。もうこっちヒートアップしてるのにもったいない。攻撃、ああ、攻撃してもね全部返されるからダメなんだ。オッケー。ああ、もうヒートアップマジでもったいない。ひよった時にした方が良かったな。もうヒートアップ終わり。はいはい、最後俺の攻撃が終わった後カメハメハで終わりですね。いけ。よし、まあ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 、ずっとねこっちを狙ってくるわけじゃなかったからだいぶ楽ではあったけどね。イライラさせるじゃないか。何？でもこれゴッドだからね。破壊しちゃうよ。ゴッドの時よりもやっぱりブルーで行った方が倍率が高いんで、1対1の方が戦いやすいのかな。うん。まあでも攻撃が全然こっちに、100% 向いてるわけじゃなかったから。腐ったね。いけたな。終わりです。あれ？なんだと？そうかそうか、この時はゴッドの力をまだ悟空たちが使いこなしきれてなかったんだな。そうさ、そういう時だ。悪いな。うん、新たなる覚醒前編の方だから、そう、まだゴッドの力をものにしてないんだ。はい、まあそういうことですね。まあとにかくクリアです。はい、ということでまたやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。